昨晩そこそこ降ったかな。今もしぶしぶ降ってます。まあ梅雨らしい天気が続いていますね。これ一体いつになったら梅雨明けするんでしょうかね。えしぶ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 降ってますよ。ということで今日は外仕事がちょっと難しいで、屋内作業がメインだから、まあ、加工の仕事もどんどん溜まってきますんでね、こういう時に一気にまた済まして稲刈りに備えます。あと昨日気化式冷風機のこの水道のホース、これ最初あそこに繋いであったんだけど、こうビローンってしちゃったから、まあ、ホースブリッジするのかなと思ったら、このサイクロンのあのフレームをこう上にこうグーッと渡してこっちに行くとかってスーパーメカニック言ってたんですけど、いやいやいや、もみ殻の機械は時々台風とかね、爆弾低気圧来た時に片付けるんで、ちょっとそれ面倒やなと思ってふっと見てると、ここに目地があって、これなんか土取ったらうまくぴったり入るんじゃないって、このホースの細さだで、スーパーメカニックって何言ってんだろうな、無理やろとかって言ってたら、昨日やってみたらなんかうまくいったみたいで、これでスムーズにゴミ殻運びの軽トラも運べます。ここ通れますね。めっちゃ安全やし、ね、これならここまでは踏みに来ないと思うんでね。はい、ということでホースうまく設置できました。いえいえ、いきなり降ってきたぞ。最近はね、油断ならんよね、ゲリラ豪雨。まあ昨日石板外してきたんで大丈夫だと思いますけどね。いやいやいや、一体いつになったら梅雨明けするんだ石川県。あらあら、コイン精米機の整備中やったけど雨降ってやめたみたい。あ、もうだいぶバラバラになってる。稲刈り前に済ましとかんと、新米、実家の新米ってやつが届くんやね、室井市の市民の皆様に。そしたらすごいことになるんで、行列ができますから。林さんちのコイン精米機は人気店やからね。ということで頑張って整備してます。よいしょ。はい、いらっしゃいませ。コイン精米機に置いてある田んぼ代理を新しいやつに変えます。はい、林さんちの田んぼ代理、これネットのお客さんに必ず入れてる、あの林さんちのお便りですけど、コイン精米機にもこうやって皆さんの精米中は暇なんでね、しっかり読んでます。で、ここの雑記帳、連絡帳にいろいろと、あのまあ恋の悩みから夫婦の話までいろいろ書いてありますけど、まああと機械の不具合とかね、そういうのも書いてあります。とっても重宝しています。おお、石抜き機。異物除去装置。これが異物除去装置。100円玉とか落とす人おるんだよな。でこれに引っかかって除去できる。で、田んぼだよりを噴火しよう。はい、田んぼダイアリーを更新しましたと。で、連絡帳もちょっと見てっか。で、これが機関部。すごいよね、佐竹さん偉いわ。これちなみに縦型になってて、精米残が
この中に残らない。これ通常のやつは横向きなんですね。横向きだと精米では残るんですけど、ただこっちの方は縦型の方がちょっと季節的な影響は出やすいかな。まあそれはこのコンピューターの方で冬は冬、夏は夏でちょっと何つうかな、気温差によるその精米の誤差を修正してくれてますけどね。まあ縦型を縦型の良さ、横型横型の良さがあります。はい、これはライスセンターに置いてあるのと同じ仕組みの小型だけど石抜き機、全く同じ。このギザギザで比重の違いでの摩擦係数の違いで石のような重いやつはどんどん上上がってポロッと落ちちゃうっていうね。理屈やわ。そっちの異物混入はこの網に引っかかるよな。でも100円玉落とさんというとして、100円玉落とすとさっきの全部通り抜けてしまうと、あの中の精米機の機関部をぶっ壊してしまうから。昔はこれついてなかった。やったことあるんけ？いや、押したら、流れるとこに、ここにナットか棒いっぱい立てて、最後100円入らないように、そんでも通るやろ、縦になったら通るやろ。いや、ほんでもやっぱ引っかかったマジか。うん、まあ、久保田がそうしてるやっぱどうしても100円場所が良かったよ、お金入れる場所が。ちょうどホッパーの横にあって、ここにあって、そしたらこうやったからな、こっちじゃなかった。そしたら下にこっち落ちる、玄米投入口行くやん。今はね、お金持ちながら、100円玉手で持ちながらやってポロンや入れる人は。ああ、やっぱね、輪ゴムが多いね。はあ。紐で結んで。マジかよ。輪ゴム止めちゃう。分かるわ。そりゃまずいぞ。100円玉ぐらい出てくるいいなぁと思う。輪ゴムかい。バケット、すり減ったの？これほら、間開いてるやろ。付け忘れ。違うか。付け忘れじゃなくて、これ一回止めねえ。はあ。止めた時に、一気にパーンって上げる時に、上げるんだ。はあ。ちょっと開けて、加速して。あ、勢いつけるんや。じゃないかっていう説。そうなの。付け忘れじゃないよ、メーカーと違う。最初付け忘れやと思って、これ見ても付け忘れやったら、新品でも付け忘れ。あ、最初がこのようになってみたり。ほら、定期的にね、ほらこれもほら、あ、本当や、全部あるわけじゃないんや。こっちは全部ついてるんや。あ、こっちはついてるんや。はいはい、これ一回止めね、これいっぱいなってくると一回止めるやろ。あ、ゼロスタートするから。そうすると結局滑りやすいんやて。分かる。こっちはね、めっちゃに買えんねんけど、で、これよく空回りすると、まあ、もうほら一回止まった状態で常に回ってればね、そんなにたまるんやけど、チョコも伸びても、うん、なるほどほど。今年乾燥機のこのバケットメーカーに言うて取り替えてもらう。気合いとこいで。気合いとこいで。そうそう、これで。自分で変えた。自分で変えた。すげえ根性や。初めこうやってバケットだけ変えるつもりやってんけれど、変えるなに裏見くったら、あ、これダメやわって言われて、ベルトごと 2台変えて。あ、ベルトごと変えたわけ。もう、せって、まあ、バケットだけでも売っとれんけど、うん、初めバケットだけと思って変えたけど、次へ裏見たらなんかもうボロボロになっとったし。何年使った？5年かな。あ、ね、うん、4年か5年で。あそこでトラブルとね、大学でトラブル、他は壊れても直せないんだけど、ベルトだけは、簡単に。それがあるからね。うん。ねえ。ねえ、これでこれでなって感じだ。お前も、まあ、もう、みちいち。そうっすね、ちょっちゅねって書いとけんじゃん、やなもう。全然。まあ。回ったな、回っとるよ。回っとる。
ファンの皆様のコメントは大事にしとるよね。やっぱボロボロ今外してみて結構ね前よりもベルトがね丈夫でんって前の時期によるんだ、うん、あっ実こいつめっぱい降りてないからじゃないか上モーター余裕あるよまだ 5cm ほどあるの一回手根性でいったで、しまいにね、こっち繋いじゃって、手前、車庫に。それダメや。で、切れんって。切っちゃう。だから。間違え。なんで、私が切れる。切り。切り止まらない。それがめんどくさいね、ベルトが。気合った根性たまにいいこと言うやモーターの方向書いてあるもんねはい、ということで昇降機のベルトも無事変わってあとは組み立てるだけかな調整か
さ取り付け。あれでほら引っ張ってるわけじゃないもんね。結構ね強く引っ張れって書いてあったね。でも前もここやってんけど。あでも結構きついだ。いや本当もうちょっと張ってもいいかな。もうちょっと張るか。そこの昔のデータよりはだいぶ下やもんな、まだ、うん、センターは合わせたの？回してみなおかなか。パンパンやパンパンや。みんな一回回すよ。はい、今センターだ。はい、はい、回して。右行っとる。右これパーティーの。ああまあまあいいよ。閉めてました。上上げればいい。取れます。あ、寄ってきた。あ、ちょっと、もう1ミリぐらい開いとる。もう1ミリ何？もう1ミリ隙間が、右にまだ。もうちょい右。あ、もうちょいっす。もうちょい。来た。あ、行き過ぎた。今度反対ちょっと行ったわ。微妙やで。あ、って言えばできる。そこでストップ。あ、回してこんか。ここかな。あ、ちょっと回して、なじます。ここかな。これ最後に食というのでやっぱセンターが勝てるのでどうしても全然ダメだ。はい、よし、 OK。 いや、いけとるとこ。はい、初号機のベルト交換できました。あとは微調整スーパーメカニックがやるそうでございます。はい、いやー、梅雨明けまだかな。今日すごい湿度80何パーセント、もうほとんど 90% 近いよね。ねえ、めっちゃ知ったるこいって言うんやけどね、富山弁で。もうどうにもこうにも湿気がすごくて、さっきカメラのレンズが白く濁ってたもん。ということで今日もほとんど中の仕事ばっかりで終わりました。また明日頑張りたいと思います。イエーイ。